激辛ラジオです。今日もみんなの死に火をつけちゃうぞ。やってきました。はい、今回なんですけれども、私ですね、兵庫県の姫路市に来ております。ちょっと見覚えあるお店名かなと思うんですけど、こちらは、弁天や花田店になります。ヒカルさんの動画でおなじみの大将さんがやってるお店になります。で、隣にはね、この有楽舎、あの有名な、はい、ちょっとちょこっと映りますけれども、今回ですね、この弁天屋のこれでもかというめちゃくちゃ辛い、ラーメンがあるということなんで、今回これにチャレンジしていきたいかなと思います。それでは早速今日も激辛バトルしていきましょう。レッツゴー。どうもー、弁天屋でーす。いただきました。どうもー。わざわざね、東京の方からチャレンジしに来ていただいて、いやもうしかもこれあの休み時間を頂戴して撮影させていただきます、はい、今日はよろしくお願いします。普段ねバラエティ感覚のやつしか出てないから、ちゃんと食べる人も来てほしかったんですよ。ガチガチですか、ネタじゃないですか、食べる人ですよね今回は。ちゃんと任せてくださいよ。最近ね、壁紙変えたりとか、わー、綺麗になってますね。ねえ、なんかあの全然ラーメンと関係ないことばっかしてるんで、いろんなもうゲーム機とかありますからね。ちゃんとラーメン屋がしたかった。お助けします。僕は今日はよろしくお願いします。はい、すすっていきます、はい、それちゃう人すする味噌ですね、はいはい、味噌のこれでもか今日から一応あの達成した人だけが食べれるんですけど、その上が一応あるんで、今回は、はい、それにチャレンジしていただこうかなと。ありがとうございます。甘噛みしてすいません。お、来ましたかね。はい、お待たせしました。どうぞ。うわさの、はい、これでもか。どう。おお、すごい。あ、確かにこうツンとしたこう刺激の強いこのなんかスパイスの香辛料の匂いしますけども、しっかり、あ、めっちゃいい香りします。ありがとうございます。これめっちゃうまそうですけど。それではお願いします。いただきます。どうぞ。さあ、弁天屋さんのこれでもかさん、お手並み拝見ですよ。カモン。さあ、まずスープからいきましょう。うわあ、非常にちょっととろみのあるスープですね。おー、イエス。あ、想像の斜め上をちょっといってますね、はい、辛さ。結構ブレンドしてますね。何種類ぐらい。まあ、4種類ぐらいの香辛料をブレンドして、結構パンチ効いてますね。これもしっかりうまいですね。結構ボディーブローのようにね、後ろからさ、後に来るやつなんで。うん。あ、ハバネロ系の。はい、ハバネロ系も入ってますね。やっぱり、入ってる具材、もやし、ネギ、チャーシューに、これひき肉ですかね。そうです、鶏の胸ですね。胸。麺は細麺で。しっかりこれ、ね、ちょっと担々麺風なこのスープによく絡みつきますね。美味しいわ。うん、もやしがシャキシャキ。じゃあちょっと気になるチャーシュー。ほら、ね。チャーシューいきます。いただきます。はい、どう。香ばしい。ありがとうございます。チャーシューがダンスしてますよ、お口の中で。強いね、やっぱり言うだけあって。これだけ辛いとやっぱり、はい、人によっては罰ゲーム級になっちゃうと。そうですね。あのだから一応やっぱ腸から経て食べてもらわないと、あの体調悪い方とか出ちゃうんで、このクラスになると。腸からとこれって 何倍ぐらい違うんですかね、大体。まあ、体感的に倍以上はやっぱり違うかなという感じなんで。ちなみに大将これ食べれます？無理っす。食べれないんかい。お客さんの要望があって、だん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 腸からまでは僕もいけますけどね。なるほど。これでもかは半分で。ああ、そうなの、うん、スープで全部飲み切ったらもしかしたらね、うーってなっちゃうかもしれないですけどね。うん、いや、やば。うん、辛さを追求しすぎると、うん、もうもはやなんか旨味がなく死んじゃうみたいな。あの辛さ出すんやったら旨味がさ、あのなくした方が辛さが表に来るんで楽なんですよね。これはしっかり辛うまい。すげえ。
いいですね、海苔があるんですね、これ。ああ、ぜひ使ってください。ジョニーさん、個人情報とかは？いや、まあ、全然大丈夫ですよ。まあ、5000人なんだよ。だからやっぱ、でも結構有名になってくると、なんかそういうのどうなんだろうなと思って。意外と、僕もともと動画であんまり自分と喋ってないんで出るに出ないんですよ。ただなんか、誤情報が間違って出てる時があるんで、僕のツイッターじゃないアカウントが僕のツイッターだっていうふうに思われとったりとか。あ、偽アカが。偽アカというか、勘違い、普通に。まあね、ネットやから嘘もやっぱ流れてるんで、そこら辺はちょっとみんな注意してほしいなとは思うんですけどね。偽アカでね、言うたら最近うちのラーメン屋によく来てくれるヒカル君、ラファエルさんの偽アカがめちゃくちゃ出てますよね、今。そうね、なんかプレゼント企画みたいなやつ。そう、あれ多分業者ですよね、多分ね。アカウント売るような、アカウント売ったりとか、なんかそういうね、変な勧誘サイトみたいなやつなんかなおったりしますけどね。悪い大人やな。微妙に間違えと汚い大人です。リサーチある程度しようので惜しい。もうちょっと詰めていきましょう。相手僕なんですよ、こうやってね、拾っていただける。じゃあもう喋ってる間に残りスープのみとなったんで、じゃあ最後これ飲み干してこの激辛バトルに蹴りをつけたいと思います。行きましょう。一気にはいかない。一気に下に行けば行くほど侵入してるでしょ。燃えるぜ燃えるぜ。いいね、気合を入れて。瞳孔が開いてきましたね。すげえ。結構辛いんですよ、ほんまに。完食しました。ごちそうさまでした。ありがとうございました。辛さレベルの発表していきましょう。よいしょ。弁天屋さんのこれでもか辛さレベル、じゃらーじゃじゃん、辛さレベル5でーす。ありがとうございます。味噌のベースが効いて、非常にね、こう野菜ともやし、ネギ、具沢山で非常に美味しく吸えました。スープもね、僕好みに結構ね、これご飯足したらね、あ、ご飯欲しくなるなっていう味付けでした。非常に美味しかったです。ありがとうございます。なんかまた、辛いものできたら、はい、また挑戦リベンジさせてもらいますよ。おぉ望むところですよ。というわけで、激辛マニアの方、ぜひ挑戦してみてはいかがでしょうか。というわけで、もしこの動画が良ければ、ずっとチャンネル登録よろしくお願いします。ツイッター等々も更新してますんで、フォローお願いしまーす。せや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 